おっちゃんぬるです。どうも。どうも。秘密基地、おっきゃん3号の前からお送りしております。はい、あなたがちょっといない間に、はい、お留守にね、はい、してる間に工事、なんとか終えました。じゃなんかジャーッと出てなんかさ音がさ明日からツアーだからね、水を入れ替えてるんですね。はい、ちょっと今垂れ流し状態ですが、はい、でもいつも見るためにあれで大丈夫なんかなと思うんだけど、ここのここ大丈夫なんです。そうだ、また直しますけどね、これもまた、で今日はその工事終わったところまで見ていただいて、でちょっとねこれからまだ積み込みとかしなきゃいけない荷物を、ということでお願いします。見ていただこうじゃないですか。もう感動しますよ、本当に。ほら、どうですかこの天井。あれめっちゃ綺麗じゃない。私今前からこうだったけど、一瞬思ったけどちゃうわな。うん、この真ん中もなくなりました。あ、すごい。電気の位置もちょっと変わって、一番ほらちょっとテーブルの下に持ってきたって感じ。すごい綺麗でしょ。あ、すごい。で見てこのサカチンのこの丁寧な仕事。綺麗。うわ、すごい、これ俺がやったとは言いません。そうそうだよな。しかもこのエアコンの中まで、すごいよね。エアコンの中、あ、本当だ。上まで。あ、すごい。そうなんです。すごい。あ、ここにカーテンレールが。そうなんです。カーテンもつけました。ちょっとカーテンが反対側からですね。反対側。そっちですね。はい。これをそうやって閉めることが、あ、お昼寝にすごくいい。もうすぐさま OK。すぐさま OK。ここはあれですからね。これはあのアイロンかなんかで直すやつ。ね、ここ。これつけとかないとね、どんどんほどけてきちゃうからね。ここなんだよね。そうそうそう、これは過去で、これは仮ですから。これ良くない。いいじゃん、いいじゃん。もうすぐ下までさ、で、あの真ん中の座席を立てたら、もう下からも全然見えないから。ということになりました。これさ、これ下ろしてもいいわけ、はい、これ下ろしたまんまで、一回それで大失敗出しました。そういうことで付け直したんでございます。じゃあちょっと待って、じゃあ持ってってもらおうかな。それまでやっぱ重いの、これ重い重い、ただ直しましたよね、ここも。あ、すごい。もう絶望してたけど俺、壊れて、でこれをこういう風にいっても、まあとりあえずは OK ですね。いや、ちょっとたーちゃん大喜びじゃないですか。そうで、見てください。ちゃんとこっちも。あ、そう、ここがね、気になってたのよ、ここ。直しましたと思う。ね、この辺とか。雨漏り、上からも直しましたし。雨漏りめっちゃしとったよな、しとった。雨漏りっていうか、こう腐食っていうの、しとったよな。やりました、もう全然。いい感じでしょ。あ、すごいすごい。あ、すごい。あ、気持ちいい。すごい。ちょっとかなり良くない？かなりいいですよ。はあ。そうなんですよ、サカチン頑張ってくれたんですよ。サカチン頑張ったね、ありがたいね。で、ここも補強してくれたんだ、このそう、補強しました、新規に。しかもなんか面取りまでしてあるのしてあるんですよ。すごいね、すごい丁寧な仕事。はい、で、こういう風になっておりまして、あともう一個気づいてください、ベッド、私の。あ、なんかさ、なんか引き出しついてるよ。つけてくれたの、サカチンが。え、マジか。上に上げたのは俺なんだけど、そこのスペースを、そう、サカチンが開ける、はい、開ける。これ普通の引き出しじゃないからね、置いてあるだけみたいな感じと思っていただければ。まずは、はいはい、開けてください。重いと思います、とっても。はい、こういう感じで置いてある。こういうことでいいのね。そういうこと。私壊してないね。そう、はー、もんちゃん出てる。え、もんちゃん今シャーって散歩します。あんた、もしかしてさ、これ覚えたのかもしれないよね。私さっき閉めてきたもん。これで出る方法覚えちゃったのかもしれないよ。そういうこと。まあいいや、はい、それじゃあ。いいやじゃない、ちょっと待って、それ、元に戻してじゃあ、はい。ベッド寝てみてください。高くなってるんだけど、でも全然抵抗ないでしょ、高さ。
はい、あ、いいんじゃないですかね、はい、でなおかつ、うん、窓をちょっとペラッとめくってみてください。上の方しか開かないと思う。は、あ、閉じちゃったの。もう閉じてます。でもね、外せるの。そっちも、もうそれカーテンが入り込んでるから。入り込んでるの、うん、あのね、外せるけど、うん、とりあえず2つ作った方が楽だったから、うん、で俺は上を開けとくつもりだったの、うん、とりあえず作って、うん、外せる、ペラッと外せるだけだ、うんうん、分かった、うん、まあ、ちょっと断熱効果とかも含めて、うん、でなおかつここの収納スペースが、うん、これ全部収納だから、この下、うんうん、この高さ15センチあるから、うん、だから布団とか、うん、あとほらガスコンロとかも全部入る、うん、この中に、うん、おいで、ね、私の希望はどうなりましたでしょうか、うん、何ですか。あっちに電源です。おさりがですね、ちゃんとですね、ここにですね、あれ、ここに、うん、はい、あ、なんか結構雑にやられた感じがしないのもないけどな、私。これここに来るようにします。まあいいけどね、うん、あの、まあ、動いた方がいいし。でこれね、動いてた。うん、あ、なんだと。向こうの本体がダメだった。接触がダメだったの、うん。あ、じゃあこれ使えるんだね。そうなんです。はい。じゃあよかったです。まあ3つありゃもう全然 OK ですし。うん、ということで、はい、うん、これでニューツアー行きたいかなと。うん、それを引いちゃってください。はい、どんどんこの車良くなってくるよ、うん、こんな感じかな、はい、はい、はい、タオちゃんゾーン、わー、すごい、これすごいよね、よかったね、これで、あ、ちょっと一体これ上げるから、はい、これでもこれを上げるときに俺失敗するとこよ、あ、よいしょ、あ、届かない、今度これを緩めないと布団が、よいしょ、もうちょっと上げられるか、まあいいか、さっき脱走してましたね、はあ、閉めたはずだったんです。シリコンを振るとね、よく切れるのね、はいよ、では切らせていただきます、うん、ダメですね、うん、なんかもうそう、歯がそもそもダメなんじゃないの。そうですかね、こう、うんうんうん、はい、持ってます、あと一つ、よいしょ、普通で、はい、よいしょ、しませんの、落ちてる、やばい、どうぞ、うん、でよろしいですか。はい、いいと思います、よいしょ、はい、ありがとうございます、私のベッドもできました、はいはい、いいね、はい、ありがとうございます、はい、ほほほ、
はい、私のベッド完成。はい、よかったね。よかったね。これでいけるね。いけますね。はい、というわけで、はい、終わりました。はい、なんかいい感じになりそうな気配じゃない？いいじゃん、これ理想ちゃう。うん、ね、狭いんだけど、いや、いいんじゃないですかね、うん、落ち着くんじゃん、結構、ね、うん、無駄なところに、そう、あのサービスエリアとかに着いたらさっとカーテン引いてすぐ寝れるっていうね。あの真っ暗感すごいよ、昼間でも、ね、うん、カーテン全部閉められるんで。あと真夏真冬は二重に向こうも閉めたらいいかなと、ね、エアコンとかも効くかも、うん、効くだろうし、はい、はい、ということで、はい、ここまでできました、はい、とりあえず明日からのツアー、はい、これがどんな風に、はい、影響するか、うん、ね、はい、楽しみでございます、はい、明日からどこ行くんだっけ。対馬根に行きたいなと、はい、ちょっと遠いんですけど、特に何も決まっておらず。温泉、温泉ね、温泉、玉造り温泉だ、ね、それあんた行きたいってことだもん、昔からね、はい、まあ、今回とものんびり行きたいです、うん、だから1日で島根に着こうと思わずに、はい、1日で島根から帰ってこようと思わずに、はい、のんびりちょんちょんと行きたいと思います。そうということで、はい、ちょっと新しくなったリニューアル3号で行きますので、はいはい、ぜひお楽しみにしておいてください、はいはい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。